皆さん見てください、キャバクラ社員っていうのがあります。やっぱり龍が如くの世界入ったからね、キャバクラ一回やらないとね。え、もうできるのかな。フリーで入店。お、まあまあしょうがないね、これは。さあ、どんな子が来るのかな。お待たせしましたと。うわ、姫子さん、かわいい。失礼します。かわいいですね、ひむかちゃん。はい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 。それじゃ、乾杯。乾杯。楽しんでくださいね。楽しむ楽しむ、もう楽しんでるけどね。見た瞬間もう楽しいけど。ああ、いいね、分かってらっしゃるね。今完全に胸田さんにもチラッと見たよね、秋山。知ってるよ。ひめかです、よろしくお願いします。ああ、名前名乗るの遅かったね、ちょっと最初に名乗らないとね。なんかムカつくな、ムカつき客だな俺。あ、君見たことあるな、情報誌とかよく載ってるでしょ。そうなんですよ、覚えてくれてありがとう。めっちゃ有名人の方。でもそんな有名人じゃ指名客も多そうだな。そんなことないですよ、今みたいに空いてる時もありますし。じゃあ運が良かったんだな。いや、こういうのでハマるんだよな。静かです。静かちゃん。ねえねえ、静かちゃんってあののび太くんのお嫁さんの。大きくなったらこんな感じ？いろいろ大きくなってますね。あ、間違えました。ねえねえ、秋山さん、お笑いとか見ます？めっちゃ見まるな。めっちゃ見ますよ。見まるって言っちゃった。まあ人並みかな。ライブは見に行くほどのファンってわけじゃない。何？君はお笑い好きなの？大好き。付き合うんやったら、お笑い芸人みたいにおもろいボケかます人がええわ。おもろいボケなんだ。ツッコミじゃなくて。俺結構なんかボケもツッコミもいけますけどね。なるほど。それじゃあ俺はダメだな。そんなことあらへんって、ここでうまいことボケたら好感度アップやで。え、そんなこと急に言われても無理ですよね。おい、おい、いやちょっと待って、センスが問われるこれ。アッキー、お前が言えよ、俺に託すなよ。ごめんなさい。いや、託せよ、そこは託せよ。待ってたよ。どれにしようかな。来いよ、選択肢よこせ。そこは、あ、指名入っちゃったみたい。ゆっくりしていってね。するけど、ちょっと選択肢は。すまないね。あ、ごめん、君名前なんて言ったっけ。静香ちゃんだよ。よろしくお願いします。おい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 、なんかすごいな。何がだ、胸か。何のことですか。その言葉遣いの身のこなし、ここの店で教育されたものじゃないだろう。そうですね、日本文様とかやっておりましたので、お札幌はそこで教わりました。そういや、大したもんだ。なんだかこっちが緊張するな。あまり固くならないでくださいね。違うところも。おいおいおい、どこ教育しちゃうの俺の。秋山さん、読書はされますか。読書ね、まあ雑誌ぐらいなら読むけど、文字を読んでると眠くなってきちゃうんだよね。めっちゃわかる。そうですか。君はどんな本読んでるの。私は最近少女向けの小説にハマっております。女の子らしくていいじゃない。秋山さんも一度読んでみてはいかがでしょうか。いや、そういうのはちょっと。失礼します。リオちゃん。リオです。なあ、すごいな、たくさん来るじゃねえか。なになに、フリーめっちゃいいやん。フリーが一番ええで。何話してたんですか。そうね、静香ちゃんが俺に一目惚れしたって話かな。そうなの。本当ですか。秋山さんたら。おいおいおい、うふふ、うふふってきたらよ、うふふになっちゃうじゃねえか。キモーね、キモー。どうしたの。ひょっとしてリオちゃんハーフだったりする。はい、そうなんです。あー、やっぱりそんな感じするもん。そうだったんですか、私知りませんでした。嘘でしょ。そんな仲良くない感じ。父が日本で母がポルガルド。これだ。美人だからすぐに分かったよ。日本人離れしてるっていうのかな。お上手ですね。お世辞じゃないよ、本当のことを言ったまでだ。ありがとう。おい、静香ちゃん気まずい。じゃあ私はってなる。お仕事は何をされてるんですか。仕事？それ私も気になります。さあ、なんだろうね、当ててみてよ。なんだろう、芸能関係でしょうか。はずれ。なんでしょう。金融？金融系？知ってるな、スカイファイナンス知ってるな、この子。おお、すごい、当たった。本当？
すんごい嬉しいです。知ってたな、絶対知ってたな、絶対知ってたろ。リオちゃん全然わかりませんでした。リオさんすごいですね。どうしてわかった？雰囲気です。なわけあるか。雰囲気だったら社長とかになるだろう。金融系にはなるか。君は普段何してるの？まあ、ちょっと話そこでしょうか。ちょっと金融系でもね、ちょっと闇系だからね。でリオちゃんは普段何してんの？それは秘密です。もっと仲良くなってから。おいおいおい、手にぎにぎしちゃって。おいおい、やっぱキャバクラってこうでなくちゃな。そんなこと言ってちゃっかり指名してもらおうとか考えてるんじゃないの？違いますよ、いきなりプライベートなこと聞くのはマナー違反なんですって。まあそりゃそうか、仕方ない。それじゃあまた今度な。そろそろお時間ですね。そうか、もうそんな時間か。あ、ほんとだ。うわ、リオちゃんさらっと。よろしくお願いします。いいでしょう、どうも。うわ、かわいい、かわいい。リオちゃん、よし、次からこの子を指名するか。勝手に決めんな、お前。お前勝手に決めんなよ、秋葉。俺に決めさせろ。気をつけてくださいね。いや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 、いや、アッキーお前勝手に決めんなよ。ふざけんなよお前。ふぅ、ついたついた。いえー、そうだよな、そりゃそうなるか。これは嫌な予感しかしないね。でも仕方ない、店に入ろう。あ、行くの？ただいまですよね。あー、やっぱり。どこ行く気だ、秋葉。ここはてめえの店だろうが。もう取り調べでいっぱい話したじゃないですか、杉内さん。別に捕まえるために来たわけじゃねえ。民間人を守るためにわざわざ来てやったんだ。感謝してもらいたいね。どういうことすか？まあいいから早く座れ。いや、早く座れってこっちのセリフですけどね。ショー出てからずいぶんかかったじゃねえか。またなんかやらかしてたのか。キャバクラ行ってたんだよ。なんでもいいじゃないですか。そんなに体力残ってないっすよ、杉内さんじゃあるまいし。で今度は何すか？お元の警官見たか？ええ、なんか 2,3 人来てましたけど。今日から数日間な、24時間体制でこのビルにうちの署の警官を張り付かせる。え？何なんですかそれ。何ってお前とこの店の警護に決まってんだろ。だってお前柴田君に追われてる身なんだろ。取り調べん時自分で言ってたじゃないか。いや、そりゃ言いましたけど。でもそれは。なんだと？うるせえ、口答えすんじゃねえ。お前に好き勝手されて迷惑してんのこっちなんだよ。なんなのこいつ、ずっとキレてばっかじゃん。イライラ気ですか、もしかして。え、生理か何かですか、あなた。イライラすんなよすぐ。俺だって好き好んでお前みたいなうさんくさい金貸しのおもりするわけじゃねえんだ、杉内さん。それにな、もう一巻の民間人がどうこうってレベルの話じゃなくなってきたんだよ。何がですか？おとといの発砲事件だ。ついに山が動き出しちまった。山というと？上の長若の若頭、あのカジョージャーが動き出したんだよ。なんて言った？うわ、おっしゃれ。あれ、ここ登場会じゃない？うわ、大吾じゃない？3月3日12日。あ、読むの忘れた。うわー、久しぶり大吾。今回も小村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。お、来た。登場会6代目会長道島大吾。うわー、すごい。誰こいつハゲてる。あ、やべ、一体何ですか道島会長。すんごいハゲてる M 字だ、ベジータだ。上野超若い若頭、課長、葛城さん。葛城さんか。よしよし。登場会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。ほうほう。それに登場会と上野清和会は2代目時代から25年来の親戚関係がある。うんうんうん。ここはお互いことを荒立てないのが得策かと。いいね、大吾っぽいぞこの。なるほど、シリアスな感じ。道島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。めっちゃあるだけどね。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。そうなんだ。
東条会と同格の親戚です。あ、言ってた言ってた、そうだそうだそうだ。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。うんうんうん、同格ね。その額ではご不満ですか？どうなんですか？ AGA にでも使ってください。わかりました。え、足りないの？すごいなこいつ。なんかおじさんしかいないな。本当に登場会？入れ。真島さんとかいないとパッとしないぞ。誰だ？ああ柴田さんか。登場会直系柴田組組長柴田和夫かな。そっかそっか、柴田さんは下なのか、この葛城さんのね。え、葛城さん、今回の神村の一件、指詰めてる。本当に申し訳ありませんでした。指詰めてる。え、見せないで、見せないでよ、俺には見せないでよ。見せろよ柴田さんでしたっけ。ちょっと見せてくれ、チラッと、はい、何やチラッと見せとけって。東条会の直系の親分さんともあろうお方が都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。いや、お金いっぱい欲しいって言ったやつが何言ってん。それにね、柴田さん、今の時代わざわざ痛い思いしなくてもけじめの取り方は他にもいろいろあるでしょう。東条会さんとうちは親戚関係なんですから。なんか煽ってんな。葛城さん、どういう意味ですか？堂島会長、今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上、うん、放送沙汰にするつもりは元ありません。毛根だけにな。はいはいはい。病床に伏しているうちの総長上野義晴も思いは同じです。ほう、上にいるのか。上だけにな。だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。そうなの？結構いいけどね。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。お前だけだろ納得しないの。こいつやばいな。堂島会長、今回の騒動で殺された井原の役職をご存知ですか？これさ、全部仕組まれてんじゃねえの？若頭補佐です。嘘つけ、あいつが！ちょうどあの事件のあった日に就任していたんですよ。なわけあるか！若頭補佐。いやいやいや、弱すぎだよ。あなた方がチンピラ同士の喧嘩くらいに思っていたこの騒動、実は上野清和としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんです。絶対嘘だよこれ。正直言いましょう、絶対嘘。若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では釣り合いません。いや、あいつが若頭なわけないもん。いや、だがそれはおっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言った。え、大吾負けんな、大吾負けんな。絶対初戦は東条会と上野清和会では格が違うだろうと。負けんなこのハゲに。もうベジータに負けんな。うちの組員はそれじゃ納得しないんです。うるせえ、ダメ、納得なかったか。表面上東条会とうちは対等な関係のはずですからね。うるせえなあ。お、出ろ出ろ。桂木さん、どうすれば納得してもらえるんですか？そうですね、うちの井原を殺した犯人、荒井博明の首。え、それが無理なら、あの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。うわ、それはまずいだろ。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。なんで？はい。そっか、カムロ町ヒルズ、真島さんが作ってんだ。そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか？あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。うんうんうん。いくら幹部組員が殺されたとはいえ
人一人の命の代償としては大きすぎる。しかもさっき最初あいつから撃ってきたからね。勘違いしないでください。お前がな、上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。神か欲しいのは。極道としてのメンツの問題なんですよ、堂島会長。あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ私の立場も理解してもらえませんでしょうか。何言ってんだ、立場利用してるだけやん。さっきも言いましたが、うちとしてはあの新井という男の首があれば十分です。それがあれば下の連中も納得するでしょう。なんか怪しいな。万が一新井の首が取れなかった場合、めちゃくちゃ怪しいんだけど、その時は伊原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。伊原と同格の人間、それはそう、真島さんです。いや別格だよ。柏木さんの死後、一緒にすな。白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。一緒にすな。あの浜崎組も破門。浜崎となると自動的に懐かしい真島さんくらいしか伊原の代償となりうる人がいないんですよ。バカかお前、一緒にすな絶対。だがさすがに私も伊原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。何様だよお前、ムカつく。ですからあのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。いやいや、お前だろ、下どうでも思ってねえだろ。よくお考えの上ご決断ください。いやお前が薄いとこだけしかもう理解してないわ俺は。な、それでは。大吾どうすんだよ、言われっぱなしだぞ。しかもあいつから撃ってきたからな、新井に。なんでこうなるんだよ、おかしいだろって思ってますよ大吾。まあこういうわけだ。うまいな説明、ね、すごい入ってきたわ今のが。説明だったらめちゃくちゃ入ってきたわ。頭の中にスラスラって入ってきたわ。なんでこういう人の人物さえもう出てくるような説明ができるのあんた。登場会、特に甲冑の柴田組っちゃ、どうにかして新井を警察や上野調和会よりも先にとっ捕まえないといけない。だから捕まえようにも新井は行方不明のまま。となりゃ新井につながるある人間を捕まえといて、新井が接近してくるのを待つしかない。そういうことだ。なるほどね。だから俺は木戸のことを、まあとにかくしばらくの間このビルには警官を張り付かせておく。お前もあまりフラフラ出会ったりすんじゃねえぞ。ご忠告どうも。じゃあね、杉内さん。あ、なんだ杉内さんは刑事課なのにどうしてこんなにこの事件に首突っ込むんですか。あ、ヤクザ関連の山なら丸坊にも任せておけばいいでしょう。ふっ、お前には関係ない話だ。何か引っかかるんだよな。あ、もしかしてこの事件で一気に点数稼いで本省に移動とか狙ってます。うるせえ、関係ねえっつってんだろうが。はいはい。でもまあ正直自分でも分かんなくなりそうだよ。一体俺は何がしたいんだか。なんだこいつ。え、お前なんだお前、なんだお前。本当に本当にお前なんだよ。で、今のは何でもね、ただの独り言だ。忘れてくれ。でかいな独り言。30年近くも現場にいるといろいろあんだよ。なんか客が来たみたいだぞ。え、あ、このタイミングで。あ、あのご来店お待ちしてました。どうぞ。みんなみんなジロジロ。なんだよその考え方、怖いな。ご来店ありがとうございます。いえ、こちらこそよろしくお願いします。それで決心の方はつきましたでしょうか。はい、私にはもう他に選択肢ありませんから、どんなテストでも受けさせていただくつもりです。了解しました。それじゃあ早速テストを開始しましょう。はい、じゃあ行きましょうか。どこへですか。町ですよ。テスト1、まず私とデートしてもらいます。デートですか。まずはそうだな、ドレスとアクセサリーでも買いに行きましょうか。ちょっと待ってください、私お金がないんです。そんな買い物する余裕はちょっと。
何言ってんの。デートで女性に金を払わせるわけないでしょ。え、でもあなたに綺麗になってもらう必要があるんですよ。もともと綺麗だけどな。まあとにかくそういうテストなんで、どんなテストでも受けるって言ったでしょ。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。またねー。